皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、次のガチスキルが決まりましたね。はい、公式の動画見ましたか？皆さん、公式のね、新しいたくさんのねアップデート情報が来ましたね。すくすくキャンペーンやるだ、育成うんぬんかんぬん、なんたらかんたらといろんなね話がありましたが、その中でですね、レベル40上限解放キャラがいくつかと、そしてですね、このオーク、はい、この子がガチスキル解放キャラとして次選ばれるそうです。はい、なので今回ね、まあ、ガチスキルもちろん解放まだしてないので、する前のオークを使っていきますね。ガチスキル解放日程は6月30って言ったかな、新キャラの時なのかな。はい、でオークのガチスキル、まあそのままでしたね。ガチ我慢というわけで、内容はですね、受けるダメージ減少値をもっと減少する、いつもよりもさらに減少して、ごめんなさいね、いいね。そしてガチ我慢が発動するたびに、ちょっと待って、これやべえな。相手も多くなんだけど。ガチ我慢が発動するたびに、攻撃力を一定時間上げるそうですね。あ、これえぐいな。これサイズ結構か、こう。要は、今、最近の壁キャラって、壁だけじゃなくて、火力も出るじゃないですか。でも、今の、このオークって、壁にしかならないんですよね。まあ、要は弱いんですよ。壁にしかならないキャラは、まあ、いらないんですよ。今の環境。結果、はい。オークにも火力をと。で、特別な感じのなんか新しい技能ってよりは、死ぬね、これ。かま、ケルベが。あ、なんか特別な感じってよりは、ただ攻撃力を上げて、殴り合いちょっとだけ強くするよ、みたいな感じの状態だね。待って。今のオークってさ、あんま強くないんだけどさ、本当に弱いな。まあ、組み合わせの問題かもしれないけど。頑張ってくれてはいる。ビーム。でも、頑張ってくれてはいるな。言うて。あ、だいぶ頑張ったな。言うて。言うてもだいぶ頑張ってるわ。これ投げて倒しくんね。もう強いわ。あ、でも多くなんか粘って、粘って爆文字を。あー、倒せない。さすがにね。で、まあ、いろいろとあるんだけど、まあ、俺この爆文字まずきついのと、まだ相手にラビットはいいんだよね。これ倒せるじゃん。ここだね。あとこいつきちんだよね、俺。どうしようか。あ、死なないんだ、君。投げて。あ、投げづらいんだっけ、今確か、そういえば。もうこれは突破不可能だね。総型来るかな。ラストの型なんですか。ここに来る？あれ来ない。おや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 、ってことは、ワンチャンまだある？ワンチャンあるか、これ。コスト勝ちでワンパン、ナイス、ギリギリだね。はい、というわけでありがとうございました。まあ現状多くで、今俺裏技一回も使ってないけど、使うとかあんまなかったんだよな。なんか使わなくて済んじゃったな。ちょっとヤバそうだなってまあ思ってるのが、まあ多くと殴り合ったアシュラとか、もしかしたらスタン入れなかったら多く殴り勝つんじゃないかなって気がちょっとしてます。もちろんガチ我慢ちゃんと発動したらっていうぐらい、ちょっと嫌な予感するんだよね。虹オークとかになった瞬間にゲーム終了するんじゃないかなみたいな、ちょっと怖い感じはしてる、あのガチ我慢は。まあ、詳しくね見たい方はね、公式のね、配信があったんで、それをね見ると分かりやすいと思います。まさかね、この一体行くか。ここ取れれば熱いんだけどね。まさか一体下来てくんねえかな。あ、来た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 。まあ、ここはしょうがない。デビル、ブルードも行くか。こんな感じか。あ、じゃあメタカ行きます。いっぱいで。ここ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 。なんか大型いっぱい来た。ああ、そういうこと？あ、ここはしょうがないね。もうやられちゃうね。無理があるね、これは。やられても致し方なしではある。ここで一回壁張って、ここでコロコロして、ダメージ加算して、倒して、エミリアは俺デビルで簡単にやるつもりだったんだけど、やれてないんだよな。壁作りでちょっと耐えようか、これ。体力残ってんな、こいつ。倒して、お願い。あ、偉いわ。で、チクリがさっきから鬱陶しいね。俺でも最後のドンをやってくれたね。
ここもデビル、もう強いな、キラービー。全部ショートリッチくれてくんだけど、こいつ、えぐいな。一気にコスト使ってるわ。こういう時に、壁が役に立つ。予定ではある。墜落して。OK。したら、ここにバイク行くじゃん。なんかキャラが来るなら壁張ってあげるけど。ああ、もう、止められないね。チビメタが厄介だったね、今回。かなり強かった。で、ブラガー結構頑張ってくれたわ。メタガーも即ね、ショテレスキルってくれたし、ありがてえ、マジで。はい。多くの裏技だね。でも、今回は別に多くの裏技の紹介ってわけではなくて、はい、多くのガチスキルが解放されるそうですね。では続いていきましょうか。まあ、ちなみに、オークがそのまずよ、なんだっけ、あれ、ガチスキル解放されるんだけど、40レベル解放って言われてないんだよね。オークまで40レベル解放しないと思うんだけど、するよね、さすがに40レベルの解放。まあ、しないことはありえないと思うんだけど、なんかね、ガチスキルじゃなくて、40上限解放するキャラが2体紹介されて、それがね、バトルバルーンとパンダだったんだよね。オークは?ってなってる。大型がいねえや。そう、あれ?オークは?ってなってる。それプラスオークもするってことかな。俺が飛ばしで見てたから、オークもするって、まあ言ったのかもしれないけど、わかんない。オーク流そう一体。時間使おうか。ここはね、俺はね、間に合うと信じてたんだけど間に合わないらしいわ。クソ。オークに枠が出た。まあ、完全に、大砲撃った方がよかった。お、でも、早速大型来てくれた。それはね、ありがたい。守れないのかな?守りづらいんだろう、多分、キャラ的に。落ちちゃうよ。やった。まあ、多くじゃね、これが多分使い道なくなっちゃうから、かな?これやりたいね。下のラインに引っ張りたいんだよね、これは。まあ、倒すじゃん。多くで出してゴリ来るじゃん。ここで、チビホア切って、チビホアを壁にしつつサイクロンも合わせて、ずらした。いいダメージ入ってるよ、これちなみに。だいぶいいダメージ入ってる。で、ここでね、行きたいのはサイスケなんだよね、俺。本当はあんま行きたくないけど、行かなきゃいけない。射程勝ってるから、壁作りで倒して、キャラを使わずに倒そう。で、これでバクムス2体残すだから、このバクムス2体を、このサイスケに当ててくる大型に対してカウンターできれる。オークは流す。なるほどね。まあちょっときついね、灼熱使っちゃうからね。まあでも、灼熱を食らったことは、イコールスキルを打つこと。おならいたいな。さあ、やられてるけど、バシッと。ここも、作ってもらって、あー、重ねミスってる、ゴミ。この下手くそが、重ねをミスるんじゃない。抑えれば倒せる。ここで押さえて、バイク。まあ突破は無理やな、さすがにな。じゃあ守ろう。豆の、あ、どうやっちゃったけど、爆発スパーン。シマリスの火力やべえな、マジで。はい、というわけでね、ちょっときついね、やっぱレドラがきつすぎる。ありがとうございました。はい、それではね、ラスト行きましょうか。まあ、多くのガチスキル解放されたら、もちろんね、速攻で取りに行きますよ。って思ったんだけど、多分ね、ガチスキルってことはまたガチャにね、入ってくるんじゃないかなっていうね、ところがあるよね。なんか、チビーさん、あ、ドラゴンブリーダーいるじゃない?ドラゴンブリーダー。ドラゴンブリーダーの、今度、新しい激レアとして、サンドラじゃなくて、チビトラのね、激レアになるんだよね。で、チビトラの激レアに変わって見た目も変わるんだけど、その時に多分ガチャの中に前回のアシュラとレドラ、アシュラじゃない、レドラとバサカみたいにガチャに入ってくるんじゃないかな、激レアがあって。で、その激レアを重複したりで持ってたりとかすると、それがガチドラメダルの多く用になって、みたいな。で、多くのスキル解放できるとか、そんな風になるんじゃないかなって予想してる。まあ多分ね、同じならばそのはず。
俺トロフィーだからさ、リーダーバレてないから、俺のバイクがリーダーだとは思えないんだよね、相手。つまり大砲を2発しか撃ってくれない可能性があって、2発だったらこれ耐えるんだよね、絶対に。つまり取れる可能性が無限大。そうだよね。カニ置いちゃうかも。あ、ビトがいいね。あ、なるほど。もう嫌がってるね。ありがたいよ。それはちょっと痛いけど、まあしょうがない。これレドラ行こうか、もうこんなキックになったらね。行こうか。うん。レドラ最高だからさ、このキャラ。バサカミスってるね。ラッキー。多分、サイスケ切ろうとしてバサカ切ったんか。いや、チビクロをね、支援火力にするのはね、甘いよ。それもう昔だよ、昔。古の時代の話。今はね、そんなもん通用しませんよ。ここで抑えるじゃん。で、ここ倒して、ここだね。で、相手ちょっと嫌がってない?これ、オーク、流し。ここ抑えようか。そうすると、こいつが来るんで、この裏技だけでここを押さえつつ、圧力をかけて、このラビットを破壊できるね。裏技使い道ないからもう一個行こうか。抜けないよ、絶対に。無理だよ。はい。大量の多くを切って、バイクさらに後方から切って、まあ、ベビーまで切っちゃう。行ってこい、ベビーカス。ああ、裏技取りで前に落ちちゃうから絶対突破できない。ナイス干渉。いいんじゃない?この試合はちょっと、ちょっとだけ多く仕事したね。一番強かったのはレドラだけど。レドラ強すぎだろ、マジで。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。6月末にガチスキル、ガチ我慢が解放されることが約束されている多くです。で、今回のこれで分かったことが一個ある。限界突破したキャラからガチスキルが来るわけではない。ドラブバサカレドラは来たけど、他のこの限界突破キャラたちが、まだガチスキルの発表されてないんだ。次のガチスキルは何ですかって、次のガチスキルは多くですって言われたんだよね。でも35なんだよ、こいつってまだマックスが。だから今回のこの40回ほどは全く関係ないから、今後どのガチスキルが来るかマジで読めない。ちなみに、オークの次、7月中旬って言ったかなには、こいつらしい。公式の配信の話では、ガチトライデントってことだよね。どんな風になるのかわかんないけど楽しみではありますと。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。